ヒース・ヒーリングはアメリカ合衆国の男性総合格闘家。テキサス州ウェーコ出身。ラスベガスコンバットクラブ所属。レスリング、サンボで培ったグラウンドテクニックを有し、ほぼ毎試合変わる髪型やテンガロンハットを被りながらの入場などで人気を博す。常に一本、個を狙うアグレッシブなファイトスタイルから、テキサスの暴れ馬の異名を持っていた。18歳から格闘技を始め、プロファイターになる前の職業はコンピュータプログラマーだった。全米サンボ選手権で優勝。1999年9月27日、World Vale Tudo Championship 級で優勝を果たした。2000年6月4日、プライド9でプライド初参戦。プライド11でトム・エリクソン、続くプライド12ではエンセン井上に勝利し、さらに、プライド15では、当時、霊長類ヒト科最強の男と呼ばれた、マーク・ケアーに TKO 勝ちを収めた。2001年11月3日、プライド17の初代プライドヘビー級王座、決定戦で、アントニオ・ホドリゴ・ノゲラと対戦し、0-3の判定負けを喫し王座獲得に失敗した。2002年11月24日、プライド23の、プライドヘビー級王座次期挑戦者決定戦でエメリアーエンコ・ヒョードルと対戦し、パウンドでドクターストップに追い込まれ TKO 負けを喫し、挑戦権獲得に失敗した。2003年6月8日、プライド26でミルコ・クロコップと対戦し、左ミドルキックからのパウンドで TKO 負けを喫した。2004年4月25日、プライドグランプリ2004開幕戦のヘビー級。グランプリ1回戦で、高橋義雄と対戦し、パウンドで失神小勝ち。6月20日、プライドグランプリ2004に ND ラウンドのヘビー級、グランプリ2回戦で、アントニオ・ホドリゴ・ノゲーラと再戦し、2R 開始直後に、ノゲーラの審議、スピニングチョークで1本負け、リベンジは果たせなかった。2004年10月21日、プライド28で、横井博志公と対戦し、1R で TKO 勝ち。この一戦で、プライドとの契約が切れた。2005年3月26日、ヒーローズで、サム・グレコと対戦。試合をリードしていたが、左ローキックを放った際に軸足を負傷し、TKO 負けとなった。2005年12月31日、K1 プレミアム2005ダイナマイトで中尾義弘と対戦。しかし、中尾は試合前の睨み合いでヒーリングを挑発しようと、唇にキスをしてしまう。これに激怒したヒーリングは、試合開始前であるにもかかわらず、中尾に右フックを見舞い、中尾が失神してしまったためヒーリングの反則負けとなった。この後にヒーリング側が抗議し、最低の結果、非常識な挑発をした中尾にも責任はあるとして、当試合は無効試合となった。この時の行動が元になり中尾は、リングネームを中尾キス義弘と変更した。2006年3月15日、ヒーローズ2006でゲイリー・グッドリッチと対戦し、ジャブ連打からの右ストレートで小勝ち。この試合を最後に、ヒーローズのリングを去ることになり、アメリカの格闘技団体、ワット・フェに移籍。その後 UFC を運営するズッファが、ワット・フェを買収したため、自動的に UFC へ参戦することとなった。2007年1月25日、UFC ファイトナイト、エバンズ vs サーモンにおいて、ジェイク・オブライエンと対戦。0-3の判定負けにより、UFC では黒星デビューとなった。4月7日の UFC69 では、ブラッド・アイムスを3-0の判定で下し、UFC 初勝利を挙げた。2007年7月7日、UFC73 でアントニオ・ホドリゴ・ノゲーラと3度目の対戦。1R 終盤ではハイキックでノゲーラからダウンを奪うが、それ以外では試合を支配され、0-3の判定負けを喫した。2008年3月1日、UFC82 でシーク・コンゴと対戦し、2-1の判定勝ち。8月9日の UFC87 では、ブロックレスナーに0-3の判定負けを喫した。2009年6月13日、UFC99 でケイン・ベラスケスと対戦予定であったが、気管支炎により欠場となった。その後、活動が途絶えたため、2011年9月に UFC 代表、ダナ・ホワイトにツイッターでヒーリングの状況について質問が出たところ、ダナはヒーリングが引退したと発言した。2015年年末、リジンファイティングワールドグランドプリ2015埼玉 3DAs にて、かつてのプライドレジェンドファイターとして、マーク・コールマンと共に来日。2016年12月29日、8年4ヶ月ぶりに復帰し、リジンファイティングワールドグランドプリ2016無差別級トーナメントセカンドラウンドにて、欠場となったシェイン・カーウィンに代わり、アミル・アリアックバリと対戦した。ありがとうございます。